さあこんにちは、レンです。今日はですね、この、リニア PCM レコーダー DR10L、タスカムというメーカーの製品なんですけれども、ちょっとそれを、初めて買いまして、テストということで、声を取って見てみます。はい、ちなみになんですけれども、ヘルメットのアゴフィノの上の方に取り付けたんですけど、音はどうでしょうかね。うまく取れるのかな。バイクの音とかどうですか、聞こえてますこれ。なかなかですね、喋りながらこう運転するのっていうのは注意がね、散漫にならないかというところでね、気をつけないといけないですね。今の時刻は18時、21分ですね。ちょうどマジックアワーというような時間ですね。正面にいるあのハイエースは大丈夫なのかね。あっちは信号が出ないんだ。矢印信号ね。さあ青になりますよ。後ろ確認してゴー。いやー、景色が綺麗ですね。とても、なのでここの辺りはですね、神保町ですかね。あ、小川町ですね。今年ですね、スキーを本格的に始めまして、スキーの板をここに買いに来ました。だったりとか、スキー用品とかスポーツ用品とか、この辺りは何か多いですよね。はい、なんでだ、バイクうるさいの分かります？オフロードタイヤなんで、こうウィーンずっとこうタイヤの回ってる音が聞こえるんですよね。もちろん公道走行可能なオフロードタイヤなんですけど、長距離のツーリングとかに行くにはやっぱりちょっと不利ですよね。最近はアドベンチャーバイクブームみたいでして、各メーカーからビッグオフ用のいいタイヤが出てます。はい、そのビッグオフ用のタイヤはですね、車重が200キロとか200キロオーバーの
エンデューロバイクとか、あとはそのアドベンチャーバイクとかにつけるような、形で作られてるんで、やや軽量のセローとか、この僕に乗ってる701エンデューロとか、そういったオフロード車つけるととても長持ちすると思いますよ。お友達の山下明和くんがですね、実際に新興という、メーカーのですね、マルチなんですかね、パーパスタイヤというか、オフも本もいけるみたいなタイヤ履いてるんですけど、相当長持ちしてるみたいですからね、ちょっと羨ましいです。オフロード行った時ちょっとね、もうちょっとグリップしてもらいたいなとかっていうのはきっと出てくるんでしょうけど、オートバイ普通に免許乗ってる皆さんはオンロード走ることの方が多いでしょうからね、はい、そういう選択もありじゃないでしょうか。さて、九段下に入ってきました。九段下の坂道に登ります。これから靖国神社の鳥居が綺麗ですね。レイ君にどうやってつけてるか聞いてみましょう。そうだね、それがいい、きっとそれがいい。お腹が減りました。何か食べたいな。さあ、もうだいぶ薄暗くなってるんで、早めにライトオンですよ皆さん。視認性を上げるっていう点でやっぱり、ね、ライトをつけるのはとてもいいことです。デイライトって最近ありますからね。とてもあれは見やすい仕組みですよね。オーストラリアにもう何年も前に行ったんですけど、その時は車も、オートバイと同じように日中からもうライトが点灯義務付けられてたのを見ましたね。カメラの取り付けの向きもどうですかね。ちょっといつもよりだいぶ下目にしてみたんですけど、綺麗に映ってるかな。はい、右折矢印信号。ここは左にも曲がれるはず。そう、一緒に。いいですね。
どうでしょうか、ひとまずですね、今日はこの辺でしたいと思います。またお付き合いください。うまいことね、取れて話していければいいんですけれども、ということで皆さん、レンでした。はい、バイバイ。